ゲゲゲゲ、これストローついてないパターン、もしかして。お箸は持ってきたけど、ストローがないじゃん。これ、いちごオレ。久しぶりに飲むと美味しいね。やっぱなんかちょっとおかしいな、ここが。さあ、チキンタツタ弁当、タルタル弁当、これ安いよね、380円。ここのね、お惣菜、バルエツのお惣菜意外と美味しいんだよ。安くてお安いでしょ。ほら、うまそうじゃない？チキンタルタル弁当。チキン南蛮だよね。チキン南蛮、甘酢だね。チキン南蛮好きなのよ。弥生軒とか行くとチキン南蛮定食とかさ、結構頼む。いただきまーす。ほら、タルタルが乗っかって、うん、結構サクサクしてる。うん、美味しい。で、このマカロニサラダ。弥生軒のチキン南蛮美味しいよね。私好き。結構お肉もジューシーなの、あそこ。マカロニも結構100よ。何今の声。140円の割にボリーミーよね、これね。安いよね、マカロニもね。大戸屋はご飯おかわり自由じゃないじゃん。弥生軒はご飯おかわり自由なのよ。何杯でも食べていいの。おお。で、テーブルのサイドにお漬物みたいなのが置いてあって、それが美味しいのよ。たくあんみたいのは。なんでお家で食べるの？電波が悪いから。電波悪くてカクカクするから。あ、にゃおりんちゃん、ありがとうございます。明日料理配信何やろうかな、まだ決まってないんだけど、名古屋のなんかね、今度名古屋行くから名古屋名物を作ろうかなと思ってんの。何がいいと思う？名古屋名物。ひつまぶし、味噌カツ、あ、やわとん。エビフライが有名なの、名古屋って。あとなんだっけ、スパゲティみたいな、ナポリタンスパゲティ。あ、天むすもあるね。手羽先もね。天むすいいかも。天、
揚げて天むす作ってもいいね。天むす作ったことないんだ私。明日天むすにしようかな。天むすとモーむすをかけてさ、うん、でもさ、天むすって結構ちっちゃめだよね。あれエビフライ揚げちゃったら結構はみ出ないね。ちっちゃめのエビでいいのかな。ストロングを飲もう。あのストロングってさ強いのはね、みんな強い強い言うけど、ストロングってお酒ってやばいの。あ、リスナーさんかな。あっという間に酔っ払っちゃうんだ。なんか噂によるとテキーラ5杯分なんだって。あ、そう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 。3杯分か。テキーラ3杯分に値するんだって。あれ1本が。3.7 杯分とか、なんかそんぐらいだったよ。いや、そんぐらいだって、なんか NHK かなんかのニュースかなんかだって、なんか検証かなんかしたんだって。初めてのお茶バカありがとうございます。ザックザクミクちゃんね。ちょっと今ここで写真撮ろうかな。ちょっと待ってね。ちょっといいですか皆さん、写真撮って。スクショにしようかな。これをね、お送りいたしますね、今日ね。あんまり外の写真撮んない。ん？いちごオーレを一緒に撮って。でも私みたいにお酒弱い人はストロング飲んだ。 ありがとうございます。 YK ちゃん、私も初めて。ジョリジョリ、指毛先輩って何。でもね、なんかお引越しするとね、やっぱたけしくんファンも多いんですよ、あの畑にいるね。だからたけし君をもう引っ越ししようかっていう話をしてたのよ、この間。いや持ってったらやばいけど、盗難にはなるよね。
なんかお家になんかねそういうの作ろうかなみたいな。本当にいろいろ環境変わるけどね、飽きずに見てください皆さん。なんか不思議とね引っ越しするとねなんかね人減ったりとかするんだよ。私も一回ねほら同棲を解消して実家に戻ってた来た時ね人が減ったのよ。結構人が減った、500人ぐらい人減ったのよ。なんでなんだろうね、みんなそうなんだよね多分。配信者引っ越しするとね人減るのよ。なんなんだろうねあれね。やっぱ絵面が変わるからかな。うん、慣れないとかねそういうのもあるのかもね、もしかしたらね。ノブがいたからよ。あ、そっか、一緒に暮らしてた方が人気だったんだ私は。元彼さんと一緒にいた方が良かったんだ。初見さんいらっしゃい。みんな一人の方がいい、一人になってよかったって言うけどね。そう、ストレスかけばあるのかも。あつこめちゃんまさくいらっしゃい。だから親が例えばさ、ハッチ君とさ、同棲するってなったらどうなる？皆さん、閲覧増えると思う、減ると思う。無理。減る。一緒に同棲生活。イライラリストが増えて。でも今まで過去最高閲覧を叩き出したのはハチコンだからね皆さんね。なんだかんだ言って私の中の最高閲覧はハチコンだよ。出た瞬間減っちゃうよ。初公開だったからね、確かにね気になってたもんね。ずっと私は隠してたもんね、配信に映さなかったからね。どれくらいの頻度で会ってる？だから最近はもう富士山から会ってない。だからこの間昨日夢見たんだよ彼の。会いたいっていう夢を見たんだけど、会いに来てほしいんだよね実はね。富士山って会いに行くより来てほしい方が嬉しいかも今。わかる？結構私が会いに行ってる方の方が多いからね。会いに来てほしいな。今週は私 お誘いするけどね、土曜日にあのお店でねコスプレイベントがあるのね。でこの間着たバニーガールの衣装を着て
あのチーズフォンデュを食べるっていうね、謎のイベントがあるのよ。そう、宮城 で、 でちょうど名古屋行く前だし、それを逃しちゃうとさ、もうさ、また今度引っ越しも重なるし、会えなくなっちゃうじゃん。なんかお店に来て、そのまんまあのホテルに泊まろうかなって、でそのまんま私は朝起きて新横浜から新幹線乗って名古屋行こうかな、あ、ごめんなさい、行こうかなって。そう、臭い、めっちゃ臭い、卵みたいな匂いする。引っ越しの手伝いはね、なんかいろんな人が手伝ってくれるからね。でも新居第1号はお誘いはハッチ君にしようかな、お泊まりは。やっぱりそう、だこれからはね、だから土曜日の夜泊まって、日曜日ゆっくりとね、お家でデートみたいな。私お家でデート好きだからさ、お家でご飯作って映画でも見てね。え、リスナーさん来た。怪しい、今なんか写真撮られたんだけど、私チャリンコからスネークよ、スネーク。盗撮ではないけど、スネークっていうんですよね。この辺ね、やっぱね、多いんだよ、ほんと。この辺。リスナーさん多いのよ。さて、たけし君と一緒に写真撮りに行こうかな。今日のお礼メールね、写真を撮りに行きましょうね。いざとなったらちょっとお邪魔します。じゃ写真撮りますね、たけし君。いい、の方がいいかな。こんなに近づいたのは初めて、怖いんだけど。今までで一番近くに行けるんだけど、怖いんだけど、すっごい。なんか怖いんだけど、すっごい。スクショした？不法侵入になっちゃうんでね、ちょっとね、おいしょ、これで守られてね、いつもほら、ここに、ここにいるよ、たけし君は。こういう畑の、あーエロ。かかし的な存在なんだろうね、役目はね、多分ね。だってあんだけ怖いんだから、カラスも怖いよね、鳥もね。こんにちは。うん？カメラかね。あ、そうそうそう。こうやってほら、お父さん。ピースピース。
いつから新居？14日から入れる。あ、ママが手振ってる。映していい？ほら、久しぶりのママ。痩せたでしょ。すごい痩せちゃったのよ。